けどね、きっとこれから忙しくなるからしっかり休んでますね。今日お仕事だったんですけど、休むことも仕事のうち何もないので何もしません。今日はもう今 K2 って今日もお渡し会あるでしょって思ったら、新公演がもしあって終わったとしてからもう終わ新公演を迎えた後も忙しい、まあ、新公演始まる2ヶ月前ぐらいから3ヶ月間ぐらい、新公演含め K2 は10、11、12、1と4ヶ月間ぐらいか忙しそうなので、って思うとだいぶ しんどいのではないかって思ったので、だって今月来月は今月はトーク会がありますが、今月来月は特に、あでも来月3月ん来月ぐらいはちょっと来ん今月来月なんかゲシタルトを返し始めてる。今月来月何、今月来月は基本的にゆっくりだと思うんですけど、4月5月にやっぱコンサートがあるので、まあきっと4月のコンサートに向けて、まあ3月中旬ぐらいからかな、結構遅いんですよねコンサートの取り掛かりが、なので3月、まあ、頭ぐらいからかな、わかんないけどから、まあ、4月のコンサート、4月コンサートだったら5月のコンサートと動いていくのかなって思うと、新公演がまあ5、6月だと想像したら相当ハードモードじゃないですか。で SK のシングルがいつ出るのか分かりませんが、まあ、そのあたりになるんじゃないかなって思うとやばくない？ハルコ&のチームがいつか、全部行かないかな。私東京も名古屋も1公演はあるんじゃないかなって思ってるんだけど、どうだろうね、わかんない、何も聞いてないからさ、想像するしかないですよね。こうファンの方と一緒にこう想像するんですよ、メンバーも。ファンの方って大体メンバー知ってるって思ってるじゃないですか、聞いてくれるじゃないですか。だけどメンバー知らないことの方がほとんどで、私たちもこういつだろうねみたいなファンの方と一緒に、まあ、想像することの方がほとんどですね。なのでこう4月5月のコンサートは全然わからないんですけど、まあ土曜日に昼夜で日曜日に夜とかじゃない、早めのわかんない、土曜日1時6時開演、日曜日が5時開演とかじゃない、知らない何も2公演2公演かもしれないし、難しいよね。だってさ2公演2公演でさ4月4公演5月4公演にするとさ、
チームごとだから1チーム1公演になっちゃうわけじゃないですか。それってなんかね、そりゃやりたいよねって、そりゃ2公演やりたいよねって話になってくるじゃんね、合同でもいいけど変な感じするね、合同でやるってなったらね、うそうそうしちゃう普段一緒にコンサートやってるはずなのに、こうチーム単位ってなってチームで合同ですなんて、なんか変な感じしない？普段一緒にいるやんってなるけど、ってなると3公演なのかなって思うけど、わかりません。でも合同でやるってなったら一チームだけ2回合同できちゃう。それもまたないけどそんな揉めませんけどねえ、私チームでいる時って意外としっかりしてるんですよ。ゆずさんって言ってるのが出ていますが、割としっかりしてるんですよ。こうなんかやっぱ意識がありますね。今までこうリーダーじゃなかったから、まあ、ペーって感じだったんですけど、もう何も気にせずって感じだったんですけど、さすがにそういうなんか引っかかりますよね。一旦考えるよね、ここゆずさんって行きたいところだがちょっと待ってよカホと、私の中のもう一人のカホが止めるんですよ。腕を引っ張って、行っちゃダメ今は行っちゃダメってなります。最近はそういうことがあります。から考えるかな、こうどこ構わずベタベタしてましたけど、考えるようになりましたでも辛いなって思いますようん、こうやっぱり自分のさ、こう気持ちをセーブしろよって話なんですけど、ね、もっとちゃんとシャキッとせえって話なんですけどもともとね、だけどこうそれを気にせず生きてきた身としては、やっぱ思う部分はありますよね。うん、しっかりしなきゃって思っちゃうところは多いかな。それでもそう、それぐらいかな。ほぼほぼだって委ねてるし人に。そうですね、調子ないところもね、どうなんだろうね。なんかね、でも頭の回転遅くなったなって思う。もうなんか何も考えれないんだよね本当に。去年末
ぐらいからボケたのかな、正月病。なんか本当に頭の回転遅いなってめっちゃ思う。なんか無敵だって思ってた、まあ、時期はそんなにないんですけどなんかやっぱこう怖いものない時ってあるじゃないですか、年齢。いや大人になってしまったなと思いますよね。こうやっぱりリーダーっていう立場がもう関係するしてるのかな。なんかこうしっかりしなきゃっていう、まあ、してないんですけどしっかりしなきゃとか言ってる割に好き放題結構やってるんですけど、好き放題やる方がみんなが生きるんじゃないかっていう考え方なんですよ。かっちりしすぎてるリーダーって違うなって思って、かっちりしてほしかったら多分私じゃないなって思うから。うん、そういう感じで、なんかもう毎日自由に生きてますが、うーん、頭の回転が遅くなった。本当に増えたのかな、そう貪欲になったのかも。逆になんかもっともっともっとって思うからこそ、回転が遅いって思うのかもしれないね。レベルアップしたとかいつもこうなんですよ。いつもこうやってなんかいい方に考えちゃうのいや待てよ、ここのレベルで生きてたからこの辺の回転、頭の回転でなんか頭の回転が割とスムーズだと思ってたけど、ここのレベルになったらここの頭の回転の速さじゃたどり着けないわけじゃないですか。ってなるとここの部分ですよね、がなんかあー頭の回転遅いなー、年取ったなーね思っちゃうポイントなんですよ。けど正直こう、まあ、伸びしろだと思うんですよね。ここで今あーってやってるからこうおーってやってる中でこう あれしてこれしてこうしようあしようみたいな、これダメだあれダメだみたいな、これはよかったみたいなのをこう、まあ、情報を処理してるわけですよ今。こうやって処理してるからこうだんだんとね、やっぱこうちょっとずつではあるんですけど、まあ、登ってると思うんですよ。足踏みしてるかもしれないけど、ってなると多分まあ気づいた時にはね、あれ調子いいぞっていう時が来るはずって思って生きてる。知らないけど、ただ単にこう自分のレベルが落ちた場合もありますけど、人は成長していくものだから大丈夫でしょ。割とだって、うん、
でもやっぱねこう友達に何目指してるのって言われたんだけど芸人さんとか見てると本当にすごいのよ。こう会話のテンポとかここでこういう返しをするっていう、なんかどういう頭して脳内してるんだろうって、どういう学を身につけてどういうものをこうね取捨選択して生きてきたらあんなに面白い切り返しができるんだろうかっていうめっちゃ思うんですよ。テレビとか見ててもタレントさんとかでもね、なんかなんでこんなにそうすぐパッて面白いことが言えて、でさらにそこに返すじゃないですか。レベチだなって思って見てます。まあ爆発だろうなポジティブなんですよね。こう、まあ、その人のセンスとかまあこういろいろね努力をしたっていうことがあると思うんですけど、でもそれも数を場数を踏まないと経験すれば経験値にならないし、こう実際に実践してみないとわからないことってあるじゃないですか。実践してみてこれは違うとかあると思うから、そう引き出しの、ね、量が多いっていうのもあるんですけど、でもいやすごいなーって思って見てます。だからこう友達に話しててなんかバラエティ枠に別に行きたいわけじゃないんですよ私ってバラエティ枠だと思われたらそれはそれでちょっと違うんですね別に面白くないからやめてほしいって思うんですよ。そういうの求めてないっていう感じなんですよ。でこう今の自分のキャラも私もまあ理想とするではないところもまああったりするんですよ。もっとやっぱ高望みから始めようって感じなんですけどそうなんかね、そうバラエティーっていうより頭の回転が早いみたいな、難しいイコールだと思うんですけど、割とニアリーイコールけど、そう正直何をこう特にないんですねこう難しいんですよ、どうなりたいのか。でも面白い人ではありたい、面白くありたい。ワードセンスですよね、言葉のセンス、チョイス。この人すごいなみたいな思う人って全員が全員バラエティ枠なわけじゃないじゃないですか。だからうん難しいんですけど、でもやっぱりこう私が惹かれるのってまあ面白い人なので面白い人、なんだろうね、センスがある人、やっぱ上手い人、話が上手い人、口が達者な人そうでもね私話すの苦手なんですよ、もう本当に思う。
年々思う。話す場所が増えるためにはもうやだって思ってるよ公園のさ、公園もめっちゃ下手くそなんですよ。まだこの公園の締めの言葉とかだったり忘れるしすぐあれここ言うっけ、ここなんて言ってたっけみたいな、めっちゃ忘れちゃうから、本当に苦手あれは。どん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 変な方向に行っちゃうんです。テンパってる時ほど普通のことが言えないの。普通に言えばいいのに。もうなんかね、あのお見送り一番お見送りがね苦手。もう本当にそう、同じこと言わないようにしてるっていうところもあったりする。別にいいじゃんね別に同じこと言ったっていいじゃんね。それが聞きたくて来てる人も今いるかもしれないけど、大事よ同じこと繰り返すっていうのも、その人のイメージになるから。お見送りのあれが苦手なんですよ。これは好きですよそろそろ会話したいなって思うけど、あれが苦手なんですよ。こう係員さんの指示があるまでしばらくお待ちくださいみたいな、今日は特別にお見送りをしますみたいな感じのが本当に日本語おかしくなっちゃうから、なんか前回だったかな、前回10じゃないね、7日の公演の時になんかいい子いい子でお待ちくださいって、何それ誰か言ってよもう悩ようかな。じゃあ最後の言葉誰さんお願いします。ほうきどうぞ。お送りをしたいと思いまーす、イエーイ。じゃあここから続きはどうぞもう放棄しようかな。もうなんか何言ってるんだろうって自分で思うんですよ自分では思うし、多分周りも待ってる、何言ってんだうん、何言ってるのって多分絶対思いますよね。隣のノアさんがえって顔してたの何言ってるのって顔してたの、わからないよ顔だってって思いながら言ってます。お見送りの案内、あとね早く終わらせようとしちゃうの。こう最後の曲の前、未来が目にしみるの前にお話しするじゃないですか。その時にもうなんか自分がずっと喋ってるから、もう早く早く早く次行こうよみたいな、私の中で言ってんの、早く次行こうぜみたいな、いつまで話してんだよみたいな、いるのよ私の中で。だからこうみんながとか拍手とかこうそういうクッション、なんかレスポンスを受け取る時間とか、メンバーがこう飲み込む時間とかをこううまくその場その場で キャッチできるのが
結構大事だなとは思うんですよ。こうみんなで作り出す空間だから。でも私結構あそこの時間って自分がこうペーって喋って「はいではみたいな、ペーって喋ってファンの人がこうキャッチして「分かったよ」って、伝わったよって私にこう返してくれてるこの辺ぐらいで「はいはいでは」でこう次に行こうとしちゃうから、その時に「あーちゃーんちゃんちゃんちゃん」ってやってる。うん、そうなんだよね。その出てます、人見知りが出てると思う。そう、具だったり長いなとか何の時間って思われるのが嫌なんですよっていうところも結構あって、こうポン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 ってこう進めちゃいがちなところがあって、それをねやっぱこうなくしたいなって思いますよね。こうそれがねうまくできるようになったらだいぶ強みになると思うの。だからそこは自分との戦いですよね。こう新声迎えるまでにそこを自分が納得するレベルまで持っていけるかっていう。反省会がねあれなんですよ、短いのは。こう全員で振り返る反省も大事なんですけど、おのおのが今日ここダメだったなとか定点見返して、ここもっとこうできるなとか、そういう時間の方が大事だと思うから、全員でやっぱ合わせる振りとかは反省会でこう出すべきだと思うんだけど、それはやっぱ反省会だけじゃこう口頭だけじゃ治らないし、実際に次の公演のリハーサルでやりましょうって決めて定点見て、確かにこっちの方がいいねってなって、で次の公演のリハーサルで合わせてっていう方がスムーズだし、実際に何だろう、よりいいものになるなって思ったから、私が分かんない、違う人もいるかもしれないけど、それはね人それぞれだから。だけどそっちの方がこうクオリティもより良くなるし、反省会の集中力もね、お腹空いたなーって思ったりしないでしょ。私ちょっと思ってた時あったからうん、だからそういうのも経ていろいろと超なるのよ私のお腹って。だから反省会中にキューってなるから、お腹鳴ってる、お腹すいたやだやだ恥ずかしいって思ってた時は、全然16人公演とかの時、コロナ禍になる前かな、大学生の時とかに、はっお腹鳴ってるよ思ってた。みんななる、なってたよ。
ってなると結構長くなっちゃうと申し訳ないかな。そう、今日ストレートなんです。今日撮影があって珍しいって言われた。ストレート公園とかでしないからね、暑いからさ。ストレートほぼほぼしないんですけど、うん、写真生写真とかでもほぼしないからだいぶレアかもしれない。今回のいつ発売かわかんないけど、髪伸びた、ね、最近言われる髪伸びた、ね、だってこう見えないよ、終わりが見えないほ結構長いよね。伸びました。あ、グラビアじゃないです、普通に生写真です。みんな撮ってる生写真です。生写真なのかな、何の写真かわかんないけど多分そうそう、つけそう。でもさ、今ぐらいがちょうどいいのかな、長すぎるとあれかもしれない、ちょっと合わないかもしれないよね。そう、写りよかったの、ストレートの生写真、生写真か何かぜひ発売されたらこれだと思ってゲットしてください。あ、今夏を急げですね。グラビアやったのはね、去年のボムさんと週刊プレイボーイさんかな、短いのもいいよね。短くて前髪長いのも可愛いかなって思う。トーク会とツーショット、トーク会はね多分私服で、ツーショットがパンチラインです。真っ赤、真っ赤なパンチライン。トゥルル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 です。新公演に合わせてクラビア着てちゃう、絶対忙しいでしょ、絶対ね無理よ忙しすぎて多分ってなると思う、分かんないけどね。実際久しぶりじゃないですか、トーク会ですよね。来ますか皆さん、来てくれますか、私の現地
カホリンと現地してくれますか。11月大会だっただ。そう、12月、そっか、12月なんもない、なかったもんね。取れなかった？なんだって？なんだって？肩破れてる、破ってるの。ねえ、取れなかったの？どうして？で、次のシングルだね。本当にありがとうございます。皆様来てくれて、来ようと思ってくれてありがとうございます。本当に感謝、感謝してるけど、どうして取れなかったの？ツーショットはビジュアル面しか撮って SK、 みんなビジュアル面だから。全員どこ行くの？ラブ面にしよう、ラブ面。カホだけだね。それじゃあカホのところしか来れなくなっちゃうね。一度くらい行ってみたかな。まだあるから。なんでなんかもうやめる感じ出してくる。まだまだいるから、まだまだ多分会いに来れるチャンスはあると思うんですけれども、まあ、次回来ないとどうなるか知りませんよ。そう、オンラインないんですよ。あるか、チェキちゃん？でも現地とはまた別だもんね。そうですね、シングルと新公演のイベントとかぶ、めちゃめちゃ時期がかぶりそうなんですけれども、両方来るでしょ？来るよ。待ってる。両方現地だもんね。現地と劇場と。楽しみだね。カホも相当忙しくなると思うけど、ファンの方も相当忙しくなると思うから、一緒に忙しくなろうね。楽しみだね。体調管理とお財布と日程とお仕事とですね。そうですよ、こうやっぱり新公演って多分もう最初で最後。わかんないけど、新公演ってだって何十年ぶりとかでしょ。次があるかどうかもわかんないし、あったとしても何年後かわかんないし、ってなるとやっぱこうね、忙しくしないとダメだよね。もったいないよねって思ったの。こう、いや絶対忙しいだろうな、絶対大変だなって思ったけど、その経験をできるのってきっと今回だけだと思うから、初、いい初。責任感すごいじゃん。初ってなるとさ、
今年は相当多分忙しくなると思うけど、大学生、大学と両立してた時期があるから、大学と初選抜の年がやっぱ2018年が私のこう歴代の SK48 人生の中で一番ハードだったんですよ。2017年もうやっぱ加入したばっかだったから、研究生の私にとっては相当忙しすぎた1年だったんだけど、2018年って成人コンサートだったり、チーム E に昇格して割とすぐでいろんなポジション覚えたりとかしてて、でこう選抜にも入ったりとかして、大学もあるし、もう本当になんだこれって思うくらい忙しい1年だったんですよ。だからそこを、まあ、超えれるぐらい今年は忙しくなったらいいなと思いますよね。1月はめちゃめちゃゆったりしてますがそう、今めちゃめちゃゆっくり過ごしてるから、うん、あ、サトカホラオがツイッター更新した、みんないいねしてね。フォローしてますか、サトカホラオのアカウント。そう、でも確かにすごいんですよ、その時代を知らない方って多いんですよ。見つけちゃったね顔のこと見つけちゃったね、嬉しいよね。まあなんかその知らない時代があってももちろんいいと思うんですよまあ知ってたいと思うのが、まあ、ファンの方の心理かもしれないんですけど、まあ、今年は忙しくなるから覚悟してて、みんなも一緒に、あ、忙しい忙しい、あ、忙しいってやろう。今のこうだって、これを見届けれるか見届けれないかって結構大きいと思うの。何事に対してもそうだけど、ね、声出しね、チーム E だけできてないもんね。だよね。鉄縄はやってるのか。握手会にサトカホヌも持ってきたのって、髪の毛がねとんでもない色してたから、フラストレーションの時代、2019年の7月とかかな、2019年だったと思う、19年の生誕、今年はピンク色の沼にピンク、薄紫、緑、私のねこうイメージカラーはね薄紫とかでありたいんですよでもチームイン緑だしな、サトカホカホリンイコール薄紫みたいな、そういう感じになりたいなとは思うけど、似合うんですよ薄紫色
ピンクも似合うんだけどね。正直青とかも似合う、水色とか赤、オレンジ、黄色、緑系が、あ、緑も似合うかな。赤、オレンジ、黄色オレンジ、黄色、あれが、こう、あ、でもね、色によるかな。原色だと負けちゃうね、顔が。だからあわあわしてた淡い色の方が合うから、薄紫、薄ピンクとか淡い色がいい。赤ね、似合うのパンチラインだけなんですよ。おかしいな赤似合わないんだけどな、なんかパンチラインだけ似合うんだよな衣装はね割と似合うと思うんですけど、多分これが赤のニットだったら違うと思う。ちゃうちゃう、ちゃうちゃうになっちゃう、ワンワン。だからこうね、違うんだと思う。あとこう真緑とか真っ青だったら、真っ青は合うかもしれんだったら多分衣装は合うんですよ。私服で原色着てるともうなんかね、負けちゃうの顔が、弱いからさ。何の話してたっけ。あ、沼の色。だから沼の色は今年は薄みらすべきで行こうと思う滑舌大丈夫そう。今日の里川ラボ大丈夫かな。喋れてるかな、ちゃんと。定期肩破れてる。破ってるのほら、そうね、紫は高いですからね、位が。社会の教科書に載ってますから。なんで紫が一番あれなんですかね、頭よく見えるのかな。あ、でも昔の方が決めたなら。でもやっぱさ、こう生きてるとさ、どん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 歴史って増えてくからさ、覚えること増えるの大変だよね、この先生まれてくる人々って。あー、藤の花みたいな、藤棚だっけ、みたいんですよね。藤棚本当に見に行きたい。藤棚って花束とかにないですよね。あるのかな、見たことある、藤棚の花束。無理、難しいよね。どういう仕組みあれ知識がなくて。でもね、今年も多分ね行けなさそう。
忙しいでしょ、だってそのくらいの時期。まあ、全部落ち着いてるかもしれないよね。全部落ち着いてたら見に行く。藤棚、藤の花、藤の花、藤の花がこうってなってるのってことだよね、藤棚って。藤の花じゃないの？え？藤の花っていう私。藤の花？藤の花ってなんか、ど？藤の花。藤の花でしょ。藤だな。藤の花。え、みんななんていうの？藤の花？藤の花？富士山みたいじゃない？藤の花。鷹の爪？藤の花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 ？海外の人のイントネーションよ。なんだっけ、藤の花。富士がごさがるみたい。ふうふう富士。じゃあ藤の花って私が言うのは高校があるんですよ。藤の花高校、高校だっけ中学校だっけ、豊橋にある、あった気がする。藤の花藤の花高校っていうあって、でも桜ヶ丘高校もあるんですけど、桜ヶ丘と藤の花藤の花藤の花とこう花系のさ高校があるからさ、そう可愛いなって思って覚えるじゃないですか。だから藤の花って多分みんな言うよ、豊橋の人。藤の花ってケンジさんは絶対藤の花って言う。自習館、自習館って自習館、自習館って広いよね。森、藤の花って言うよ。絶対ね、豊橋で過ごしてるからイントネーションおかしいんだと思う。安城、安城の違い。三河安城、安城、安城。刈谷、
カリアのイントネーションって何？カリア？カリア以外にある？カリア？豊橋の人ね、高校、いや、藤の花は藤の花。富士の花おかしいな。でもイントネーションはやっぱりこう大事にしていかないと。三河は捨てないから。わかんなくなっちゃう。変なこと言わないで。惑わせないで私を。カリアのカ？カリア。強いよカリア。私どこにもないよね、イントネーション。カリア弱いんだよな。でもさ、使い分けれてすぎてるとさ、なんか、あ、この人ってなんだろう、ビジネスで方言使っとるなって思われん。なんかそう思われるのもなんか尺だなって思っちゃうよね。だってさ、普段やっぱこう喋っとるわけじゃん。だからこう、まあでも普段はね、こうあんまり出ないんですけどね。敬語とか喋ってると出ないから、普通は。だから敬語とか喋ってるのに出てると、私もなんで出てるんだろう、敬語なのになんで方言が出るんだろうみたいなのはちょっと思うけど。三河でないからさ、三河をこう人と、先輩とかと喋ってる時に三河弁出すと多分相当失礼な感じになるから、じゃないですか。やっとったとか、語尾みりんとかじゃんとか、だからまあ語尾に出ることが多いから多分敬語で使わないんですけど。ダボンで使っちゃう。だもんでって言うとメンバーに突っ込まれるから使わないようにしてるんだけど、出ちゃう。言っちゃったってなる、メンバーの前で。なんかだもんでに厳しいんですよね、メンバー。ああ来るぞ。来るぞって思って、だもんでって言ってくる。違うの。お花もそう、普通に喋ってて「お花の」って言うと「お花」。お花はね、予期せぬ時に言ってるから、私結構日々の生活の中で「お花」って単語使ってるんだと思う。メルヘンじゃない。お花って
気づいたもんだって、メンバーにやたらとお花って言われるから、私って日頃からお花の話してるんだ、かわいい。咲いてる方です、お花って言います。あんなにだってんってなると思わないじゃないですか、金木犀の前に喋るときにお花って言ってね。もうすぐ里香ホラーはですね、ずっとペラペラ喋ってた今日。愛知県以外に住んだことあるかな、ないと思う、ないと思う、あるかな、ないと思う。浜松浜松もかじってるから、浜松と豊橋のハーフだから。うん、そうね、ギリギリに終わっちゃうとみんな移動できないから、そろそろ。あ、そう、ちょっとそこまでの時にね、こう店員さん、ちょっとそこお花のお店に行ったんですよ。そこの時になんかどこの子って言われた、うん、お花って言うから、お花のことをお花って言ってるから、どこのどこ出身の子って言われて、あいつです。まあ、愛知にもいろいろありますよね。っていうこと伝わったと思う。というわけでランキング見たいと思います。1位のの、ありがとうございます。2位むむむ、ありがとうございます。3位あー、ありがとうございます。4位ふふ、ありがとうございます。5位はははは、ありがとうございます。飛んだ1,2,3,4,5,6位、ヒヒヒヒ、ありがとうございます。7位、シュ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 、ありがとうございます。8位、ルルル、ありがとうございます。9位、ジュジュ、ありがとうございます。10位、コッコココココ、ありがとうございます。11位、おーおー、ありがとうございます。12位、わわわわわ、ありがとうございます。13位、わわ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 、ありがとうございます。誕生日会の皆様もありがとうございました。20時からあと5分後ですね、5分後から里加宝ラボが始まりますので、多分聞いたことない方も多分このルームにいらっしゃると思いますが、今ドキッとした方いらっしゃるでしょ。聞いてください。ぜひ私のツイッターのから飛べますのでリツイートしとくね。里加宝ラボの公式のツイッターがあるので、そこからも聞けますので、ぜひ。許可試考察じゃん、聞いた方がいいよみんな。あれ、許可試考察あるよね、あるじゃん、聞いた方がいいよ今
みんなが思ってる曲多分考察してるから聞いた方がいいよ。本当にあの曲 Be Alone してるからI never be alone してるからぜひ9時まで、8時から9時まで聞いてください。里川ラボですまたね、お耳集合で。里川ラボです。あと3分後ぐらい、バイバイ。移動、里川ラボに移動。また。